今週はうるま市にやってきました。早速物件をご紹介します。有限会社沖さんの前木さんです。はい、今回は閑静な住宅地の角地に立つ新築戸建て物件を紹介いたします。うるま市に完成した戸建て住宅ならではの広い駐車場と角地、 RC 構造で高い遮音性、耐震性に優れ快適な暮らしができるこちらの物件、今回はどんなグーポイントがあるんでしょう。早速ですが前木さん、おすすめのグーポイントを教えてください。はい、ご覧のようにリビングの天井や窓、ドアなどの高さを高くしたことで広々とした開放感があるところです。はい、本当に天井も高いからね、キングスの選手が遊びに来ても大丈夫そうですよ。ハッとしてブーン。キッチンにやってきました。キッチンを中心とした家族を360度見渡せる空間と、前面にも背面にも収納棚を設置したことで食器類をしまうスペースを確保したことですね。え、何かと弁当箱とか水筒とか増えがちなんですよね。それをこんなに可愛いところにしまえるなんて、もう生活するだけで映える。ハッとして。さあ続いては、キッチンから各お部屋につながる廊下にカウンターを設置しましたので、家族全員がそれぞれお好きな用途に合わせた作業ができます。うん、宿題もアイロンがけもミシンがけもここでできてしまう。ハッとして。本子さん、こちらの物件いかがでしたか？はい、とにかく収納に困らずに快適に暮らせるお家だなと思いました。グーホームのウェブサイトにあるパノラマ物件特集は、VR ゴーグルを使うと実際に内覧した気分が味わえます。対象物件がある不動産店舗でぜひお試しください。グーナヤーをお探しのあなた、ご希望の条件をこちらまでお寄せください。この物件グーッと来たね。この番組はグーホームプロトソリューションの提供でお送りしました。来週もお楽しみに。